はい、ということで始まりましたヒンマフィルムのバスチャンネルなんですが、今日はトラックです。トラックもっと興味ないね。で、今日はね、何をやるかというとですね、これうちで入れてる三菱ふそうのスーパーグレート平成27年式です、うん、これね、入れた時にね、めちゃくちゃトラブルあったんですよ。で、何かっていうと、このタイプからね、尿素付きって言って、排気をきれいにするために、アドブルーっていう尿素を入れるんですね。その、マフラーが付いてる。触媒が大きい。それが、詰まった。距離で言うとこれ60万キロ。でね、やっぱりね、そのぐらいの距離になると、マフラー DPF ってやつがよく詰まるんです。今日はそれをやりたいと思うんですが、興味はございますか？もう全くわかりませんでした。全くわかんないね。でね、要はね、何かっていうと、その排気ガス、昔ディーゼル車ってさ、黒煙もくもく出て走ったじゃん、はいはいはい、今はもうそういう基準で、もう排気ガスの基準でどんどん厳しくなって、もそういうの通らないわけね、うん、でより綺麗な排気ガスを出すために、そういう DPF っていう触媒がついてる、うん、その触媒で排気ガスを綺麗にして、あの中のススをね、あのそこで溜めて排気ガスをきれいにする。フィルター的な役割、フィルターがついてる、はい、それがこのタイプはですね、3つついてまして、3つとも全てダメだったと。お、でそれ症状としてはね、こうなんですよ。すぐね、もうまずインジケーターがついてるんですね。で、DPF のそのススの積算量、アクセル踏んだと同時にススが全開になっちゃう。おお、してもうあの強制燃焼って言って、燃焼させてくださいって言ったんでね。で、燃焼するじゃん。燃焼30分するでしょ。で、ゼロに戻る。で、もう一回走り出す。アクセル全開踏む。またすぐ満タンなの。っていう症状だったんですよ。で、ちょっとそれがどうだったのかっていうと、ついてるのが、このパイプはここに、そこについてるんですよ。マフラーですね。この三つ。この前側が、酸化触媒。で、これがフィルター。でこれが尿素 SCR、 ここでアドブルー吹きかけて、排気ガスをきれいにして、ここから出すというのの、この3つが3つとも詰まってる。へえ、でかいね、うん、これして修理するのに結局これいくらすると思うんですか？1個20万。1個20万。60万。60万、うん、あ、甘いね。甘いね。甘いですか。1個50万。150万。かかると言われたんですよ。そしてもう、今ね、リビルトとかもあるんだけど、リビルトは真ん中しかないって言われて、フィルターのみ。おー、でそれは25万とか、20万か25万であるって言ったんだけど、結局、前と後ろもダメだから、うん、それはもうどうしようもないと。で、これは、もう来ました。自分でやるしかないと。お、直すしかないと。150万の仕事ってこと。150万の仕事をして、そこいろいろね、検索したんですよ、ネットでね、うん、したらパーマンっていうメーカーから、そのね、自分でもできるね、専用のキットがあった。お、うん、あの今ここでこの辺に多分映ってると思うんだけど、おいおい、そのキットがね、それがね、いくらすると思います？150万のものを直すってことでしょ。そう、100万ぐらい。ああ、いいとこ来るね。そのキットが、うん、70万だった。だ、それでさ、これ150万助かって、ね、うん、70万で150万助かるんだったら、俺もいいなと思ったわけね。おうおうおう。で、それを買おうかと思ったんだけど、それを、なんと僕は、これだったら自分で作れるんじゃねえかと。その、ね、見たときに？見たときに。それで作ったという動画です。おう。どうすか？それを、ね、一から全部自分で作って。一から作ったんですよ。それ見てみます？見たいです。興味出てきたでしょ。ちょっとまだ何、どういうものなのかわかんないからだけど。そうでしょ。じゃあ、まあここにね、一応写真出てると思うから。本物の？本物のね、ここに入れてるんですよ。70万の。70万です。本物ね。はいはいはい。それを真似して作った僕の手作り。手作り。お手製。はい。見ます？見たいですね。ヒンマ製。HYP。HYP 製の。DPF クリーナー。じゃあそれを見せます。はい、じゃあ行きましょう。おい、はい、ということで僕が作った、DPF クリーナーを見てください。こちらです。ドン、マルペール90。
ゴミ箱？ゴミ箱ですよ。で、これだけじゃどうしようもないね、はいはい、これ何する装置かっていうと、この中にさっきのあのでっかいのを入れて、うん、そこに専用の液剤を入れて中でこう水を循環させてきれいにするっていう装置なんだよね。洗濯機的な感じ。洗濯機的な感じで、そのためにはこうポンプとかいろいろある、それも全部買ったんです、はい、じゃあ見せますよ。こう、こうね、うん、これこうなってるでしょ、うん、これがそれポンプ、ね、これポンプ、これ水中ポンプ、はいはいはい、これに専用のこの液剤をね、うん、吸い込まして、うん、このシャワーからそこに出すと、はいはいはい、それも多分この辺にやったところの写真をつけときます、はいはいはい、でそのためにこれこうカバーしてね、ここにカバーする、うん、この上に乗っける、ゴミが入らないように、ゴミは入るんだけど、この上にそのマフラーを乗っける台、はいはい、これ、あ台ね、台、これ見てくださいこれ、うん、ダイソー300円、300円、うん、でこれがアマゾンで2200円、はいはい、これのシャワーヘッド、うん、フォーマックで1000円、おホース拾った、ただ拾った、これをバケツが、バケツがいくら、バケツが、あ、バケツ高く、バケツがね、これこれちょっとね悩んだんだよね、おーおー、ちょっと高くて、高かった6500円、おお、これが一番高いよ、バケツ全部合わせて1万、え、そうだね、ジャスト、ジャストで、僕はこれを作りました。70万の機械を1万円で作ったってことね。1万円で作ったんです。これで実際作業しました。これね、上から水じゃーっと、はい、今一回出してますからね。じゃあちょっと出したとこを見てみてください。はい、ということでですね、実際この中にその液剤を入れてみました。じゃあ液剤はパーマンっていうところで売ってるモーザン80っていう 液剤です。ここに入れてる、はい、入れてる、出してみる、はいよ。そしてそのモーザン80っていうのが20リッター、あ、16リッターだったかな、うん、それを全部この中に入れます。ほいほいほい、して入れました。してこの水中ポンプとこのシャワーで、うん、これがね、これこう電源入れます、はい、ね、じゃあこうこう、こうなるわけだ。おうおうおう。それをこのマフラーのね、ところに、こう、ずーっとこう、つけて、置いて1日。1日 ?1 日。これを固定してね、おうおう、こうずーっとこうやって。おうおう、ずーっとこの中のこの液剤を、モーザン80をずーっとぐるぐる回すわけ。はいはいはい。1日。そうすると、綺麗になると。で、あれ3つあるから、3日やるってこと？そう。これを3日、僕はやりました。この状態で、この状態で1万円セットで、1万円、この作った僕の1万円のセットで、3日間これをやりまして、じゃあその結果がどうだったかと言うと、無事治りました。おお。して治るとどうなるか、じゃあ一応この車のメーターが見えますので、はい、ということで治ったらどうなるか。まずここに、いいですか、ちょっと近づいてもらって。ここに、インジケーターがあります。この、インジケーターが今は、ゼロです。これなんと、もう1200キロ走ってる。おぉ。1200キロ走ってもゼロなんです。なるほど。要は溜まってないと。そしてその、溜まってるか溜まってないかも出るんですよ。この、これで。DPF アッシュ。21日間で1184キロ走って、今この状態です。っていうことは、平間雄一、直しました。っていうことなんです。嬉しそう。これで、150万、助かった。助かったんだ。いうことなんですよ。でも、すごいでしょ？誰でも作れそうな。誰でも作れるよ。いや、そんなのがね、70万で売っていたわけだ。おー、すごい、うん。これで、要は70万と同じ効果が得られるわけ。その機械売れなくなってしまうじゃないですか。うん、でも、そんなの関係ないよ。安く直したいんだもん。ね。まあだからね、実際これで本当に直ったから、これはもう強く言える。これをおすすめします。ぜひね、これをね、買って皆さんやってみてください。そしたら、ちゃんと直りました。ただこれをね、分解したり外したりするのは結構技術いります。あ、なるほど。うん、ボルトを取ったりするのが結構やい、大変でした。この部分は結構大変です。なるほど。ただこれ作れば、
TPF を自分で洗浄できるようになりますという今日は動画でした。どうですか？いや、なんかワクワクさん的な感じでよかったワクワクさんまあまあ自分で作ってそうだね、なんか作ったみたいな、興味はどう？いや、わからんな。わかんない、わからないとこですな、これは。ああ、でも、なんかいいなと思う、この工作は。あ、工作はね。工作がいいです。ああ、こういうのは興味ある。こういうのは興味ある。ああ、こういうのすごいなと思う。ああ、なるほどね。うん、まあ、じゃあカメラマンにも興味を少し、示していただけたということで、じゃあ今日はこの辺にしたいと思いますが、どうですか？いいですよ。いいですか、はい、じゃあ今日はこの辺しますね。じゃあ、行きます。はい。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もいただき、ありがとうございます。さあ、皆さん、ごきげんよう。はい、今回もですね、いただき物、お土産いただきました。ですね、パティスリー梅月さんの、リンゴパイ、アップルパイ。アップルパイです。リンゴパイ。リンゴパイです。アップルパイ、いただきました。ありがとうございます。これ美味しそうだね。結構美味しそうだね。みんなで食べてみよう。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。